すること、涙を流すこと、分かち合うこと、助け合うこと、あなたのために生きること。というわけで新たに始まった地獄企画、なんとご飯は釣った魚のみ。さらに王様制度復活、一番魚を釣ったやつが全ての権力を握ることができる一週間漁師生活。5日目ふぅふぅ、体重も53キロになりました。僕何キロから？56。うわ一緒や、俺 72.7 やったやんか、69.7 やった。はじめデブ。え、ちょっとお腹見してや、乗せてるけど中途半端な、まだデブなんや。デブいんかそれは。何がおもろいよ、笑うことしかできんやん。いやほんまに、ほんまにそう。今もう3時やねん、ほんで活動時間が長ければ長いほど体力消耗するから、3時からスタートですね。もうそうですね、朝から腹減ってるんよ俺らは。けど3時スタートしてるからね。そんな腹減ってんの？減ってますよ。じゃあうんこ味のカレー食える？いや食われへん、限界ちゃうやん。もう限界ちゃうよ。カレー味のうんこ食える？カレー味のうんこ限界ちゃうんこいつ。吸っていきますか。吸っていきましょう。でも今日ほんまサバいっぱい食べたらやばい。じゃあ今思い出したわ、王様制度。王様マジさ、一回さこの極限状態で復活させたいねんけど。うわ一番でかいやつ。おーおーいや、一番でかかったやつ。大丈夫、解散するかもしらんけど大丈夫、俺らなら乗り越えるよ。なんで口回ってへんねんお前。ちょっと待って、俺の釣り竿ないんやけど。マジ釣れへん。ヒコちゃん渋いっすか、食いが渋い。やばいマジ食われへんて。釣り切った、もしかして。もう海すっから観測出てんねんこれ。釣り切ってもうた。マジ場所変えて稚内ぐらいまで行った方がいいでこれ。すいません、これね、ちょっとデイクレさん撮影してるって聞いたんで、バタウラ漁港から差し入れです。マジっすか？ええちょっと待って、ちょっと開けてくれ。開けていいっすか？あ、どうぞどうぞ。あーぷん、うわーありがとうございます。いやいやいや、神じゃない、神じゃない。神じゃないんですか？これなんで？これね、ヘダイっていうこの地元で取れた魚の干物ですね。干物って何？これはね、フグ、サバフグです。うわー、これも取れたやつで、ここね、あと、カキとで、ホタテ、アオリイカ。アオリイカ、ちょっと待って、しかもうわ、カキもホタテも5個ずつある。ありがとうございます。ホタテゼラソありがとうございます。スイッチかと思ってんけどな、違ったな。いやいや、発泡スチロールにないか。おい待てや。Quand t'es venu dans la rue, お前ら忘れてない、一番でかい魚釣ったやつが権力者じゃなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、これ来た来た。ちょ、5個分あっても5個食うのは1人や。うわでかい、でかい、やばい、来た来た、やばい、来た来た来た、ちょっとでかい、でかいイワシや。あー、あのカキたち全部俺のもんになるかも。そうだったらやばいな。え、トモヤぐらいでかいんちゃうこれ。あ、でかいでかい、普通にこれでかい、シュミテイカくれ。やばいやばいやばい、俺もやばいかも。でかい、サバ来た、マンガサバ来た、マンガサバや、来た、俺が王や。ちょっといいですか？はい、ちょっと時間制限なくやるのはちょっとまあいくらでも釣れちゃうんで、はい、時間制限設けます。おー、えピカピカ
時間制限設けすぎやろ。今から30分で、うわ今からですよ。はい、さっきのはノーカウントでいいですか。はい、え、ノーカウント今さっきのえ、さっきのノーカウントノーカウントで、え、意味わからんやんそれマジ、これマジ、さっきのノーカウントでいいですか。お前なんでやねん、お前ほんまに真剣にしまくぞよーい、え、マジスタート。マジなしの、これバラエティチャンネルの真髄です。そうだ、あーしまきだしゃしゃしー。あ、まあでもでかい。まあまあまあ。あ、ちっちゃいな。でかいかも。でかいぞ。下のやつ。ああ、来た。イエーイ。ちょっとちっちゃいかな。お前みたいな魚やな。あー、もう来てる。来てる。めっちゃでかい。あ、でかい。あ、これでかい。現在てっちゃい。ちょっと待って、プロでかいかも。いやー、渋い。でかい。まあ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 、後で分かることやから。いやいや、わあ、これはいい戦いできたよ。いや、もう無理やん。残り10分です。すげえ、マジか。でかい。これダントツ1位じゃん、今。でかい、でかこれ、やばいぞ。よっしゃー。Quand t'es venu dans la rue、 1位ボックス入れます。でかない、でかい、最高すぎる。あっか、やばい、もう脳汁止まらん。どんなあ、でかかったろ。じゃあ、あのさ、もう残り5分、釣るより道理にコミヘツラート食べたほうがいいんじゃん。え、ちょっと待って、ちょっと俺ちゃん、お前か、俺ちゃんギリ、お前や。俺さ、早く釣りに行こっかと思うや。はい、皆さん残り3分、1分、2分、3分、バフン。お前だけで笑ってんの。俺、え、ちょっと待って、でかいかも。でかいかも。え、ちょっと待って、でかいかも。よし、じゃあ行こう。あー、そしてでかいな。あー、さあ、もうちょっと行って。泳いでる。おお、すげえ、すげえシーン撮れた。さあ、皆さん、これラストショットぐらいですかね。3、2、1。わー、終了しました。オッケーオッケー。俺、王様、王様です。オッケーオッケー。はい、集合。はい、ということで、王様ということです。フィッシュキング。いやいやな、久しぶりに見た。こいつか、こいつかよ。またこいつやん。まあでもね、僕一回キングなってるんですよ。ああ、確かに。うん、そう、前一回なってるんで、はい、ちょっとちょっと思んないかなっていうか。おろ、おろ、王様二人にします。うわ、おろ、来た来た。ということで、どうしようかな。まだちょっとゲームは決めてない。なんかもう一回初めに釣った魚だけの大きさでめっちゃいい。だからやるやん。なるほど。で、全員釣って1匹目。オッケー、一番でかい。今からスタートで1匹目、一番でかいやつが二人目の王です。おお、おもろい。スタート頼みますよ。釣れるまではいいですよね、なんとないで。じゃあ一回引き上げとこうかな。さあ、てっちゃん、この判断が吉と出るか中吉と出るか。いや、最高やん。どっちもいいやん。お、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 来た。でかい。あー、落ちた。でかい、落ちた。よっしゃ、よっしゃ。見てられへん、お前のこと。
お、でかい。ああ、でかい。でかい。でかい。あ、たかしと。でかいか、でかいか。いい勝負かも。ちっちゃいや、ちょっと。来た。おい、サイズ出た。お前、しまくぞ。なんでお前やねん。もう、あかんや。さあ。あ、来た。さあ、どうだ。さあ、どうだ。でかい、でかい、でかい。おらやどうやどうやどうややばいさあゲーム終わりました。皆さん、はい、もういきなり見ちゃいましょうか。はい、一斉に釣った魚オープン。よっしゃ。あ、でもいい勝負よ。たかしとペロいい勝負。あ、いや、てっちゃんもいいぞ。ちょっとトムヤはもう帰ろうか。並べる。並べよう。並べさしや。ついてます。決戦投票していい。この2つだけで。うん、ペロ諦めた。ペロ諦めたのよ。ペロちょっとちっちゃい。ペロちょっとちっちゃい。サドンです。見苦しかったですがね、今のもちょっとなんかちょっと無言になってまうな。あ、来た。お、でかい。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 これでかいぞ。こいつめ。でかい。君が僕を追いさせてくれるの？そんな話を聞いた。あら、なかなか来へんな。ちっちゃい、なかなか来へんな。待って、でかだったな。シンプルに釣り下手っつったな。いやー、でも、横隔で見るこのゲームおもろいわ。横隔で見る。フィッシュキングさん。どこだ？品格で見るこのゲームも長いしかないんだけど。品格にはもうたまらん時間よ。品格って横隔は朝まで付き合うよ。もう早終わってくれしかないんだ。あ、来た来た来た。やばい、でかい。やばい、でかい。でかい、でかい。赤負けたかもしらん。でかい、でかいかも。でかい。じゃあもうサドンデス終了ということで、釣った魚見してください。どうぞ見してくれ。おっ、はめっちゃいい試合ちゃう。置きましょう、置きましょう。ちょー、もう見てこ。あこれは王様。あー、たかしー。おい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 、ビシュクイってこと。いや、ごめん、お前とりあえず黄色いから謝ろうか。チカチカすんねん。すいません、フィッシュクイーン様。フィッシュクイーンは本当に可愛いな。どうする、フィッシュクイーン。うーん、お腹すいた。お腹すいたんですか。もう、お前の好きなようにやっていいぞ。あ、そうなんだ。うん、じゃあご飯作ってよ。そうなるよな。作りますか。ご飯。わかりましたよ。わかりました。でも、普通は2人で作ってるんだよ、いつも。そうですね。まあ、包丁の数もそうだしな。うん、そうです。だったら、僕は品格じゃなかったので、僕は抜けていいです。まあ、貧民確定品格ね。俺らじゃないか。あ、そうだな。ママ言ったら僕らじゃないか。ありがとう、じゃあ。じゃあやるか。この空気すげー。また見せてよ。ちょっとガチなとこもっと見せてよ。これ。じゃあ、平和にじゃんけんにしますか。そうやな。じゃんけんしようか。それは。あ、じゃんけん、それ決めちゃおうぜ。なんでお前が決めてんの。すいません、すいません。クイーン、そうですよね。そうだな、クイーン。こいつマジ笑けてくんだけど。フィッシュクイーンじゃ、フィッシュキングさ。だよね、俺が決めていいんだよね。まあそうだな、フィッシュクイーンが決めたらいいよ。じゃんけんでしようか。じゃんけんかい。じゃんけんかい。そうだな、じゃんけんが一番公平だな。最初はグー、じゃんけんファイッ。よーし、とりあえずよっしゃ。とりあえずよっしゃ。この顔だよね。限界超えた顔。最初はグー、じゃんけんポン。やったー。Quand t'es venu dans la rue un coup。はい、ってことで下準備に1時間かかりました。いや、頑張ったね。頑張ったな。え、なんて言うの。え、疲れたなつってニット帽買いに行ってる演技。お前だけ知らんニット帽かぶってる演技。何の心配。
はい、もうこれ何日目これやんの。じゃあ味見しますか。味見が大事やから。じゃあちょっとポン酢でいただきます。え、肉やうまい。マジ肉や。なんか昨日よりちゃうわ。うん、質が。あ、ほんまや、綺麗。質ちゃう、臭ない。ちょっとだけエロいことして。エロなんのお前。何何、サバ焼きっすか。うわ、エロい。エロ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 。お前性欲強強お前。ごめんごめん、俺結構性欲強いからさ。ごめん、カメラガン虫のタバコ吸うわ。王様、あれ、ちょっと待って、王様なんでもう食べちゃってんの。毒味ですよ、うん、はい、あ、毒味か。毒味です、毒味ですよ。なんでもう食べちゃってんの。安全なね、料理を提供するために。毒味ですよ。ああ、毒味か、うん、はい。Quand t'es venu dans la rue, un coup. じゃあいただきます。王様、うますぎ中央発令。ですよね。よかったです。うますぎる。くっす。エリーさんは歯磨きをしないんだ。毒味という名のつまみ食いじゃないのか。違いますよ。いやいやいや、安全な料理を提供するためですよ。ああ、すいません。風下に食い様が。こいちうまいです。あーあああ、どうした、顎が外れた。ああ、顎が外れた。うますぎて顎が外れてしまった。戻らんくなってる。食べた、アイスパン。あ、そこそこっすね。食べました。でも残ってるのあれよね、今日もらった差し入れ。おお、あれが残ってるもんね。みんなで楽しく魚かよいしょよいしょ。お前らまずただで食べれるから普通に食べても面白くないじゃん。まあそうか。来たか。5日目か。でも大丈夫、食べれる人もいるから。食べれる人もいる。何をするかと言いますと、ここにクーラーボックスがあるんです。はい、そこに魚を1匹入れます。はい、しかし入れない場合もあります。おお、入れない場合。これは王様とクイーンで決めます。バーンって出されたアイスボックスに魚が入っているか入ってないかの2択。なるほど。これを当てられた人のみが魚を食えます。じゃあ準備しますか。準備しますか。今日集まってもらったのは他でもない。魚会場やりに来たんだろう、まったし。今はここには空っぽだ。一人ずつ挑戦してもらう。誰から挑戦する？じゃんけんで決める？じゃんけん決めるか。じゃんけんで決めるか。2番。なるほど。1番。おお、1番いく。却下。お前3番。なんでやねん。まずはペロアイナー食か。ペロアイナー食。ちょっと待って、本当にペロアイナー食か。ああ、僕です。早くゲームをしてくださいよ。お前もしかして魚開示しに来たのか。はい、魚開示をしに来ました。わかった。じゃあ目をつぶれ。じゃあ始めるぞ。Quand t'es venu dans la rue, un coup. バカいな。この時間ええやろ。準備が整った。お前生きて帰れるのかな。このゲームには必勝法がある。秋山？秋山おる？そうだろ。この中にあるかないか予想を立てるだけだ。真っ向勝負じゃねえか。宣言をしてから開けてくれ。どっちだ。面白い。めっちゃ面白いなこれ。決まりました。おお、この箱の中には
何もないです。何もない。わかった、開けてみろ。開けてみろ、ゆっくり開けてみろ。さあ次はこの黄色い長細いやつだ。最終局面だ。あ、貧民の怖さをお前らに教えてやる。怖さ、怖さってなんだ、嫌だ嫌だ。お前もな。これを当てて俺は地上へ帰る。必ず当ててみせる。じゃあ次は私がアイマスクしよう。わかりました。何も見えない。だけども俺はわかる。幾度となく地獄を見てきた。この地獄さえ越えれば俺は魚を食える。耳が聞こえてるからここで走り出します。しかしこれも予想通りや。俺はこの耳を研ぎ澄ませ、五感を研ぎ澄ませ、俺は当てる。どっちだ、どっちだ、果たしてどっちだ。どうなっちゃうんだ。こっちも音かき乱します。面白い。だがこれも全て調査済みだ。インセプション完了。 OK だ。それでは宣言してください。ないだ。いいぞ、開けろ。ゆっくりだ。神はいたぞ。俺は勝った。この試合に勝った。どうしてだよ。勝った、勝ったぞ。気持ちいい。あと一人残っている。そうだよな。綺麗に拭いちゃう。福永ー。フラゲームの人来た。いつでも来い。あら、あ、俺には完全に勝てる方法を見つけたいな。おい、そこの黄色い怪獣なんだ。お前がやれ。わかりました。面白いじゃないですか。いくらでも惑わせ、そんなものには引っかからない。俺には勝てる方法がある。 100% だ。 100% の後この世にあったか。俺にはこの後食う魚しか見えていない。あ、威勢のいいアジさんだな。アジじゃない、青物ならカンパチだ。最終局面だ。おお。決まったら。何がそんなにおかしい。どうした。あー、おかしすぎるよこのゲーム。何がそんなにおかしいってんだ。どうしたんだ。僕言ったよね。必勝法なの。必勝法なの。はい。僕が最初この席に着いた時気づいてた。ここ拭いてたよね。ああ、そうだ、拭いてた。僕前のゲームから見てたんだ。ホタテを一回ここにつけて、で出した時にあっちまで持っていく時、ここに水滴が残るんだ。確かにそうだ。今ここに水滴が一滴もないってことは、この中にホタテがある。そんな天才を入れたのは誰だ。ゲームが面白くなくなるだろ。すいません。ダウト、魚あり。ゆっくり開けろ。ジャッジメントタイム。開け、ごま。あるじゃない。あるじゃない。びっくりしちゃったよ。これに入ってたもん、僕分かんなかった。一瞬氷かと思ったよ。これ頭の中はほたったけどね。おめでとう。君も差し入れが食べれるよ。おなか船来てるよ。おなか早く船に乗らないと。乗りなよ。おもろな。すげえ。うわ、おいおいおい、捕まりますよ。おたま。
ですよ。警察が来る前に早くかけてください。ちょうど5人分ですね。うん、確かに。そうだね。1個余るやつはどうしますか。あ、もう頑張ってる順にあげようよ。あ、そうですね。順にあげましょう。そりゃそうだろ。これでええやん。じゃあ、いただきます。いただきます。うまい、うまい。うまいやろ。まだ打てへんやろ。中から思ってる以上のダッシュが膨れてくる。うわぁ、出てきました。うん、広いな。はい、食えません。俺は食えません。お前が食います。はい、で、うまいやろ。うまい、うまい。うまぁ。はい、わかりました。次行こう。ほったてぇ。意味わからない。ほったてぇ、これホタテを感じてるんだ、てっちゃんは。ポン酢をここに垂らしてみましょう。ポン酢をここに垂らしてみましょう。ポン酢をここに垂らしてみましょう。そんな時に見つけた、俺は見つけた。横でうまそうな、横でうまそうな柿が5つあるけどペロは食べれない。はい、ポン酢をここに垂らしてみましょう。ポン酢をここに垂らしてみましょう。ポン酢が入ってさあどうだ。ポン酢が入ってさあどうだ。するとどうだ、横に見えるこの5枚の柿、絶対うまい。俺はわかる、この5枚の柿はペロは食べれない。そろそろ怒る、怖いけど。 Hey、 ポン酢をここに垂らしてみましょう。ポン酢をここに垂らしてみましょう。やめて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 。キャーテーヴヌーダンラルー。いやでも、なんか噂によっちゃ明日船に乗るとか聞いたぞ。おお、そうなんですか。らしいですね。じゃあ今日はいっぱい食べて備えるか。うわーい。あ、ちょっとマネージャーの子や。何しちゃってんの。え、マネージャーの子や。ちょっとマネージャーの子や。おお、いやいや、ね。Quand t'es venu dans la rue.